こんにちは、太郎です。今日はここ今日はなんと北海道のキロロまで来ちゃいました。イエイ。今日は誰と来たかっていうと、この方たちです。僕の所属しているクラブチーム、クラブドゥイングですね。名古屋にあるクラブドゥイング、僕もあのドゥイングのアンバサダーとして、活動をさせていただいているんですけども、初仕事となります。12月の14日から17日まで4日間ですね。これでもう北海道、合宿という名のシーズンイン旅行みたいな、なんかそんな感じでやってるんですけど、もう5年6年ぐらいやってます。どんどんメンバーが毎年どんどん増えてって、今では今日は15人になってます。ということで行ってみましょう。レッツゴー。 OK、 おっしゃ、じゃあみんな滑っていきましょう。はい、こんな感じでみんなでとにかく楽しく滑る回です。楽しい人。今日はキロロ、明日は札幌国際行きます。ちなみにね、もう来年2024年2025年シーズンのもう北海道ツアーどこ行こうかっていうのもほぼ決まってますので、北海道行きたい、みんなでスキーしたいなって思う方はぜひオールマウンテンスポーツドゥイングのクラブドゥイングに入会しましょう。クラブドゥイングにはもちろん愉快なこういう仲間たち、今クラブ員が約120人か30人ぐらいいるんじゃないのかな。多分愛知県の中では一番クラブ員としては多いんじゃないかな。そして活動している人たちもものすごくたくさんいて、みんなもうスキーが大好きなクレイジーな人たちばっかりです。もちろん12月シーズンインをして、12月には北海道みんなで行くで、12月の末には、岐阜でシーズンインの合宿で、1月にはね、清水勝友甲冑部の、特別レッスンだとかデモレッスンとかっていうのも盛りだくさんです。別にあの愛知県名古屋市にあるんですけど、愛知県民じゃないと入れないわけじゃないんです。北海道の人だって入れるし、岐阜の人だって入れるし、沖縄の人だって入れます。皆さんぜひスキーがしたいときはクラブドゥイングに入会しましょう。それでは See you!